皆さんこんこにちは新宝です中国共産党当局は7日ト市民被告ら鉄の鎖の女性事件の一部関与者の判決を発表し大きな論争と多くのネットユーザーの怒りを引き起こしました中共官製メディアの人民網や中央電子代新華社はこの事件を「奉賢で8人の子供を産んだ女性の事件」などと呼んでおりまるで子供をたくさん産んだことが問題になったかのように感じさせます。 このような呼び方は、一般的な民間の呼び方とは異なるものです。このような言葉遣いは明らかに意図的で、当局は鎖などの言葉がネットユーザーの連想を引き起こさないようにしています。<music>